今日は海辺です。アニアスヤオニーケイです。釜山3日目にして海に行きます。ヘウンデっていう場所が、まあ、有名なリゾート地らしいだけど、今回はカンアンリっていうヘウンデより手前のビーチに行きます。そのカンアンリで今から美味しいランチが待ってるっていうことで、早速カジャー。関湾駅3番口に出たんで、早速海水浴場方面に歩いていきます。海ですね。まあこの道をね、もうまっすぐ歩けば着くんですけど、僕もねヘウンデで最初調べてたんですよ。じゃあね、美味しいご飯屋さんが全部関湾里に集結してて、そして現地でも関湾里の方が人気らしくて、だから今外国人観光客も関湾里に集結してるらしくて、ヘウンデで美味しいご飯屋さん調べても全然出てこなかったし、っていうか関湾里ばっかのお店出てきたし、じゃあ関湾一択だよねってことで関湾里にしました。そして今からは釜山の名物のミルミョっていう冷たい麺を食べていきます。もう海見えましたね。この海が見える通りにそのお店があるので、見えました。海ですよ。僕海こうやって見るの多分ね数年ぶりって思ったけど、半年ほど前にベトナムのダナンで見ましたわ。ごめんなさい、嘘でした。こうやって海辺でお酒とかカフェとかでチルができるようなスポットって日本ってあるのかな。湘南だけ。湘南もあれですけどね、僕あのスラムダンクの聖地しか行ったことないけど。そしてミルミョンの店着きました。ここなんだけど、こっち裏口らしくて、回ってって帰ってあったんで、お店ぐるって回りますね。そっちから入ってっていうことらしいので、回ってぐるって行けば着きました。受付中みたいんで僕も入力、何人だろう、11組か。ってことで今回はトンミョンシクっていうミルミョンの名店に来ました。超楽しみにしてた。観光行ったり市場で食べ歩きとかしたから、がっつりグルメっていうのあんまできてなくてね、超楽しみだった。じゃあ早速ミリモンのお店が開くまで待ちますか。オープン時間になっても入れるような気配なくて、なんだろうと思ってね、数分後入ったらもうね団体客が入ってた。なんかね、日本人の団体客30人ぐらいがね先に入ってました。じゃじゃーん。この景色、この景色がもうね、チル。逆光だけど。しかも、窓際全部取られたけど、僕はこの席でも楽しめます。セルフで、これってソロンタとかのスープだっけ？のスープと水取ってきた。じゃじゃーん。これがミルミョンです。こっからダッシュを足してもらいます。そして一緒にソンマンデュっていう一口サイズのマンデュも注文しました。まあ餃子みたいな感じですよね、日本でいう。ミルミョン超楽しみにしてたんですよね。薄切りのお肉がね、何層にも乗ってる。今回出汁が入った水ミルミョンっていうのにして、ビビンミルミョンっていうのもあるらしいんだけど、それは出汁入ってないらしい。ただね、水ミルミョンも、なんだろう、コチュジャン赤いやつ縦切りなのかなが入ってますね。とりあえず混ぜてねって言われたんで、麺を食べやすい大きさにカットして混ぜました。麺はなんか中華麺っぽいですね。細いパスタにも見えるけど、お値段なんだけど、このミリミョンが9000を約900円です。安い。ソウルで人気店名店のこういった麺料理屋さん行くってなったら1000円は軽く超えてくるはずなんで、安いなって思う。でね、味なんだけど、びっくりした。ピリ辛程度のスープの味わいで、後味がねすっごいニンニクの風味がするんですよ。あとトマトパスタのスープみたいな味わいさで、洋風っぽい。冷たいトマトスープのパスタあるじゃないですか。あのスープの味わいと超似てる。だからね、この食べてる麺もパスタの麺なんじゃないっていう思ってしまうぐらいね、不思議な美味しさがありますね。スープ美味しすぎて永遠に飲んでしまう。ただ辛いからカプサイシン入ってるはずだから、飲みすぎるとお腹壊すかなって思いながら、ちょっとビビりながら飲んでる。でもスープ美味しすぎて本当に止まんない。あとお肉はね、結構何層にも重なってて、薄くね切れてるのをね取って丁寧に食べる方がいいかな。薄いお肉と一緒に麺を食べるのが美味しかったです。マンデューはまあ普通、特に特徴もなくて普通に美味しいマンデューだった。とりあえず
ずもうミリミョン美味しすぎてリピート確定。ミリミョン初めてで他のミリミョン比較できてないんだけど、いきなりこのレベルなんだと思って、また来年のプサン来た時このミリミョン味わいたい。他のやつも探すけど、土曜日のオープン10分前に行って入れたから、あとそんぐらいの時間帯の方が後々遊びやすいと思うからね、昼前に来るのがおすすめだと思う。じゃあトンミョン式ミリミョンの評価をつけていくと、味5、コスパ5、接客4、清潔感4、総評結果は超推し、最高すぎてもはやファン。正直な話、味5を突き抜けてる美味しさ、カンアンリ来て昼から一発目最高に美味しいもの食べれてマジで満足してる。続いてはカフェに行きたいと思います。海辺が見えるカフェがあってね、そこに行く。で夜はねまた違うご飯食べに行くんだけど、とりあえずカフェ休憩の前にビーチ見ますか。せっかく海来てんのにね、海見ないともったいない。まあビーチまで足運ばないけど、海って言ってでもやっぱなんかこうやって都会がすごい目立ってんの不思議やな。日本の海とは全然違いますね、感覚。都会にある海か。日本の海しか知らなかったらこういう風景って珍しく感じる。まあ僕全然海行かないか全然知らないだけなんですけどね。ちなみに遊泳期間は8月末までなので、この動画上がる頃にはもう遊泳できません。年によって変わってくるかもしんないけどね。あと海入ってんのやっぱ韓国の人ばっかですね。地元の人とかかな。すれ違ってるんだけど外国人とは。外国人はねもう写真とか動画撮ってるだけだわ。ってことでこちら真ん中筒状になってるビルが見えるんだと思うんだけど、この5階に見えるカフェに行きたいと思います。英語でフロントコーヒーって書いてあって、韓国語でフロントコピーって名前。じゃじゃーん、絶景、逆光やけど。このカフェはね穴場の人気カフェでね、まだまだそこまで人が多く訪れてなさそう。写真とか見てたね、インスタの公式アカウントの。夜とか夕方とかもねだいぶ綺麗な風に見えるんですよ。こんな感じですね。近くまで行くと大きな橋が目立つな。いいの OK なカフェ多くてね、カフェの中で癒しがいるんですよ。じゃじゃーん、僕はシャインマスカットミントジュースにしたフロントコーヒーって書いてあって、しかもコーヒー結構目立ってて、コーヒーの名店っぽい、コーヒーに力入れてる、そんなお店で僕はジュース飲みます。ちょっと1ヶ月ぐらい喉こじらせててね、感知できてなくてね。コーヒーって喉に悪いじゃないですか。だからね喉が完全に治りきるまでねコーヒー切ってるんですよ。とりあえず喉にいいものを摂取して、そしてカフェにいながら僕はとりあえず編集と仕事を終わらせます。ちなみに昼過ぎになってきたんだけど、ランチ終わりなのかお客さんがどんどん来てる。もしかしたら3時ぐらいとか満席になるかもしんないね。超景色いいところだからね。ちょっとだけ仕事をしたんですけど、もうスタバ行って仕事しようと思って、でね夕方からまた違うご飯食べに行くので、それまでちょっと待機します。あとね8時からねドローンショーがあるらしいんで、夜まで仕事しながら待ちます。プミョンさんっていう駅まで戻ってます。カンアン駅の横にある駅で今一番口にいるんだけど、今からねカニ食べに行こうと思います。でそのカニのお店まで最寄りの駅からめっちゃ案内しなくちゃと思って戻ってきた。飲み物以外全部炒めますっていう炒め屋さんらしくて、炒め屋さんって何や、焼き物屋さんですよね。そこにある焼いたカニがねものすごく美味しそうで、5時からオープンなのでずっと待ってました。とりあえず行きますか。今から歩いていくんだけど、ビーチのすぐ近くです。なんでね結局ビーチの方までね戻ってね、でかつほとんどのお店がビーチの近くにあるんで、昼とかからカンアーニで一日潰せるんじゃないかって本気で思う。カフェもあるしね。とりあえず歩いて行って海の方まで、で近くまだ曲がるとじゃじゃーん、この左手です。オープンになったこちらのお店、ポクヌンチブっていうお店。ちょっと待って、58組待ちです。4時50分ぐらいに来て、これってことはみんな先に入れてたってことだよね。まさかあそこまで人気だと思ってなくてね。わー、僕もちょっと最初に見とけばよかった。すぐ近くにいたんですよお店の。本当にしくったわ。もうねもうぼーっと箸見るしかないですよ。どうしようかなって。58組待ちはだいぶ時間かかると思う。待っててもしゃあないんでビールでも飲みますわ、テラス席で。クレムっていうワインビアーバーみたいなとこがあったんで、テラス席の
歩で時間潰します。お腹空いたし。今5時20分ぐらい。どれだけ時間待つかな。ワインメインのお店だけど一人でワイン飲まないんでビール飲みますね。キューガルデンにした。テラス席でお酒飲めるの最高にいいな。僕ヌンチブで食べたいからね、とりあえずつまめるものだけを注文しました。これだけで3000円ぐらいかかってるけどね。家でもできそうで500円ぐらいで済みそうなことしてる。58組待ちなんだけど、お店の雰囲気的にねそんなに席数なかったんですよ。だからねだいぶ時間かかるんじゃないかなと言っても、そんなに時間かからないだろう、まあ2時間ぐらいで入れるだろうと、この時はそう軽く思っていました。そんな風に思いながら時間を潰していたんですけど、7時ぐらいになってもまだまだ来ないです、順番が。ってことでビール追加。コロナビール久しぶりに飲みます。ずっとね海辺見てたね、サップしてる人たちいた。僕も山梨でしてきました。この間日焼けしました。7時15分です。日が落ちてきました。だけど僕の携帯が鳴ることはまだありません。30組ぐらいです。あとけど雰囲気ねものすごく素敵だなって思う。海外来てるって感じする。7時半になりました。15分ぐらいで日って沈むんですね。お店もねもうほとんどテラスは満席になっててね、結構取り合いって感じになってきてるかも。橋の方でなんか花火打ち上げてんのか爆発させてんのかわかんない集団いますね。風情のかけらもない爆発のさせ方ですね、花火の。8時前になったんでお店出てドローンショー見ます。土曜日の8時からと10時ぐらいからだったかなにドローンショーがやるらしいので楽しみです。左の方見てたらキラキラーってなんか来たで。海だからね、海をテーマにしたドローンショーをやってくれるみたいです。ちょっと動画では全部映さないけど、皆さん観光に来た際もし土曜日だったらね、カンアールのドローンショー楽しんでみてください。あと15組くらいってことでね、お店の前来た。隣のお店も人気らしい。だいぶね賑やかな雰囲気感じますよ、お店の中から。ビールもらいました。暑いから冷たいビールどうぞって言ってもらったんだけどね、触れる前に年賀されたんだけど、僕しかも僕だけでした。じゃじゃーん、やっと入れた。9時10分ほどに入れました。メニューは炒め物が基本メインで、こちらのカニを今回頼みます。他はまあ皆さん自由に頼んでみてください。僕はこのカニのために今回来てるんでね。生レモンサワーがおすすめらしい。隣の韓国の方もみんなこれ頼んでたわ。じゃじゃーん、やっと来た念願のカニ。4時間待ちです。そしてカニを豪快に使ったラーメン、カニ尽くしで今回行きます。ラーメンは値段が7000ウォンほど、約700円ほどだったかな。そしてカニはね、ヤンニョムと普通のカニのセットにしてます。カニは4つずつそれぞれ入ってて計100個で約1700円。渡り貝のねバター焼きっていう名前です。そして普通のカニにヤンニョムつけてガーリックチップ乗せた辛いバージョンですね。とりあえずね僕今食べてるんだけど、もう超美味しい。ラーメンは結構辛いで、カニなんだけど普通のカニがねもうとてつもなく美味しい。カニ味噌のような味わいが最初に来て、中に入ってる身と混ざってて本当にこれが美味しい。あとねバターねめっちゃ大量に使ってたんですよ。だからねマイルドな風味も感じる。それを焼いてるからなのか、もう美味しさがね飛び抜けてる。ヤンニョムはね美味しさが同じような感じなんだけど、ちょっと辛さ勝つなっていうことで、僕実家へ来るんだったら普通のやつ8つの方を頼みたいなって思いました。卵っすみたーということでね、評価をつけていくと、味5、コスパ5、接客5、清潔感3、総評結果は推し、友達に紹介できるレベル。ちょっとね待ち時間長い。まあ缶アーリー結構長いこと折れるからいいんだけど、さすがに4時間待つとは思ってなかった。でもそれぐらい超人気のお店なんだなって思いました。あとねカニの他にもね野菜とかもね全て炒めるんですよね。で今回僕一人だったから全然頼めなかったんだけど、ちょっと次回もし来るってなったら複数人でいっぱい盛り合わせとかもあったんで、
そういうの食べたいなって思った。ただ基本韓国の方もね、まずカニをね大量に頼んでる人が多かったです。それぐらいカニは美味しかった。ただヤンニョムは本当に辛くて、隣にいた韓国の方もヤンニョム辛って言ってましたね。うまさより辛さ買ってしまったから、ヤンニョムはまあいいかなっていうのが正直なところ。ただ本当に美味しかった。ってことでかなり一日過ごしました。今回、プサン3泊4日で、4日目はね、もう朝から飛行機乗って帰るんで、実質3日間だけの旅行で、さらにずっとずっとね、僕観光できてたわけじゃないので、2泊3日分ぐらいしか多分動けてないと思うんだけど、プサンすごく良かったです。美味しいものもたくさんだしね、ソウルとまた違った魅力あるし、ビーチがいいですね。ちょっとプサンハマったんで、次行った時は、ちょこって観光しつつ、グルメをたくさん開拓してなって思います。それじゃあ今日はここまで。いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。アラート通知オンにして最新動画もぜひチェックしてね。X、Instagram 毎日投稿してるんで、こちらもフォローよろしくです。お店の詳細情報も概要欄に書いておきます。それでは、アンニョーン。